ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合える奴は多くない。俺たちにできるのは、犠牲になった奴を忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えば、レナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて、迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね、行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。たかが服のために俺は。ここにもズーグルの群れか。ちょっと、剣と力なら最低のズーグルを叩き伏せられるでしょ。やるだけやってみるさ。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。待たせて、はずかないわ。
私に任せて。あげろ。なぎ払う。私に任せて。終わりよ。はあ、倒れろ。外さないわ。なぎ払う。もう一発。どういうマグナレイ。任せてくれ。マグナレイ。やっと。やっ。倒れろ。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、こっちはどんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。こっちは終わりよ。マグナレイ。ああ、叩き潰す。私なら落とせるわ。逃さない。なぎ払う。ギエンジン、どういうぞ。ギエンジン、積みないやつは。まだまだ上を目指す。まったく見通しが悪いわね。高いところにでも登ってみるか。あれがファガン遺跡か。なんで遺跡になって。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうか。なんでそこまで服にこだわるんだ。やるしかない。来なさい。爆破してあげるわ。マグナレイ、積みないやつは。マグナレイ、敵には地べたがお似合いよ。行け、行けよ。マグナレイ、空を飛ぶやつか。私なら落とせる、この隙に。分かった。積みないやつは。どういうと。水の力で。なぎ払う。見えない。じゃあ撃ち込む。積みないやつは。進むわよ。
加岸遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかった。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの、食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。できたわ、食べなさい。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどおかげさんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。あ、いや、そういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。よし、行こうか。野宿は嫌なの。ここね。ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。
開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって。わかった、向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護か。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大侵攻時まで遡るのかも。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか、この中だけで繁殖できる環境があるのか、とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないからな。結構歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか。もう疲れたの。いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてないの。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。
容赦しないわよ。怪我はなかった？武具が見つかったわ。ちょっと見せてくれ。レナの技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで、何をそんな時間。
何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。ウルベゼクに戻るわよ。上手。変だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。見覚えのある景色は安心するな。何か視線を感じる。誰かが助けを求めているに。くそ。どこに向かう気？決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。